うございます。おはようございます。私からは冒頭一件です。文部科学省においては世界的規模のスポーツ競技大会等において素晴らしい成績を収められたアスリート、またそのアスリートの指導者や多年にわたり支援された団体等に対してその功績を称えるため毎年スポーツ功労者の顕彰及び表彰を行っているところです。この度令和元年度にも本顕彰表彰について選考を行った結果741名の個人と8つの団体を決定しましたことをお聞きいたします。また本顕彰表彰においては例年であれば表彰式を開催してその栄誉をお祝いしているところですが、今年度については関係者のご意見も踏まえ新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から例年のような表彰式は開催しないことといたしました。他方その代替としてスポーツ庁ホームページにおいて受賞された皆様を写真付きで掲載することも受賞アスリート22名の方のご協力をいただきご本人からのメッセージ動画を配信することといたしました。新型コロナウイルス感染症の影響により今年度はこれまで多くのスポーツが中止延期を余儀なくされてまいりました。今回受賞されたアスリートからのメッセージはそのような状況下においても子どもたちを含め国民の皆様に勇気や元気を与えてくれるものとなっています。みんなで元気を分かち合えるようぜひ多くの方にご覧いただければ幸いでございます。感謝の共同体です。超党派のですね、議員立法で提出されたスポーツ振興法、社会閣議ですけれども、ここ法のですね、改正案が24日に衆院で可決されました。B リーグをですね、対象に加え、また単一試合という案となるまでですね、法改正があったというので、これに関しての受け止めをよろしくお願いします。はい、24日の衆議院の本会議において可決をされたご指摘のスポーツ振興投票の実施等に関する法律等の改正案については現在まさに国会審議中の議員立法でありまして、その改正案の内容について、現段階で私が何かコメントするのはありがとうございます。感謝以上です。すみません、毎日新聞の大久保です。新型コロナの関係なんですけれども、その感染状況ステージ4の場合ですね、緊急事態宣言があり得るというようなお話が西村大臣の方から先日ありましたけれども、その春先の緊急事態宣言の際はですね、原則休校のような形になったと思うんですが、そのあたり出た場合のシミュレーションというのはどういうものを考えていらっしゃるのか、併せてその小中高等学校だけではなく大学入試もですね、どのようなお考えなのかお聞かせいただければと思います。はい、新型コロナウイルスの全国の感染者は新規の感染者2500人を超え、重症者の数も過去最高を更新するなど、学校の設置者や学校においても感染の拡大に最大限の警戒をする必要があると思います。学校の設置者等におかれましては、衛生管理マニュアル等に基づいた基本的な感染症対策等が徹底されているか改めて点検していただくとともに、保健所等と連携し地域の感染状況の迅速な把握に努めていただきたいと考えています。新型コロナウイルス感染症に関しては児童生徒の発症や重症の割合は引き続き弱く低く、また学校を中心に感染が広がっている状況ではないことから、現時点において春先のようなですね、全国一斉休業を要請することは考えていません。仮に緊急事態宣言が出された場合、地方自治体等の学校の設置者が休業の必要性を判断することになりますが、これらの新型コロナウイルスの特性を考慮すれば地域一斉の臨時休業は学びの保障や子どもたちの心身への影響の観点からもまさに必要な場合に限定し慎重に判断すべきだと思っております。大学についてはまず共通テストについては厳格な感染予防を講じた上で、これは予定通り実施する方向で今準備をしています。このことについて10月15日の新型コロナウイルス感染症対策分科会において共通テストの感染症予防対策等をご審議いただいた際には、専門家の皆さんからも、入試は他のイベントと異なって感染リスクは低い、すなわち席に座ってまずその受験生同士はあまりしゃべりませんし、皆さん前向いてますので、大学受験は人生にとって重要でありまして、感染拡大のステージが上がった地域の場合でも試験が実施できるよう準備をしてほしい、また感染がかなり拡大する場合にはむしろ事前の健康管理を厳格に実施すべきなど
試験の実施を前提にしっかりと準備をしていくことが重要という趣旨のご意見があったと承知しています。また19日にですね、各大学団体を代表する学長との意見交換においても、各大学の個別入試について感染症対策を含めて入念に準備いただくよう私から要請したところであり、地域ごとの感染状況や各大学の実情などを踏まえて受験生にとって不利益な事態が生じないよう最大限の配慮や工夫を行っていただきたいと思います。今後は感染状況を注視しつつですね、引き続き受験生の皆さんが安心して受験できるように大学の入試センターをはじめ関係各所と緊密に連絡しながら必要な準備をしっかりと進めてもらいたいと思います。大変関心の高い話なので改めて確認なんですけれども、現時点では緊急事態宣言が出てもですね、全国一斉休校までは考えていない、それから大学入学共通テストも緊急事態宣言下であっても実施する意向であると、そういう考えでいいですか。そうです。NHK です。関連になってしまうんですが、新型コロナウイルス対策をめぐり、菅総理はマスクの着用や、西村大臣は営業短縮など、今後3週間程度集中して対応するよう求めています。先ほどの大臣もマニュアルに沿って取り組んでほしいとおっしゃいましたが、今後3週間程度、学校現場で特に行ってほしいところなど、皆さんお教えください。現在、非常に厳しい感染状況を踏まえ、学校においては、今まで通りマスクの着用などの基本的な感染症対策をしっかり徹底してやっていただくことをお願いしたいと思います。その上で教職員については、例えば大人数や大人数や長時間に及ぶ飲食など感染リスクが高まる場面に細心の注意を払っていただきたいと思いますし、また高校生についてはクラスターと考えられる事例が複数発生していることから、学校外を含めマスクなしでの会話や狭い空間での共同生活などの場面に注意が必要であることを生徒に丁寧に指導していただきたいと考えているところでございます。文科省としては寒い環境における換気の実施などを今後学校で進めていただきたい感染症対策の留意点について改定する衛生管理マニュアルでお示しをする予定です。あと1問でお願いします。読売新聞の田山です。少人数の換気について伺います。12月の予算接種変更前に決定になります。これまで最終実行会議で少人数にされていましたけれども、大臣が訴えてこられた少人数ランキングについて、これ、進めていくという方向で、再生会議の議論が一致しているという認識で、よろしいのか、再生担当大臣です。安倍内閣時代の最後の一人再生実行会議で、その方向性については、皆さんのご了解をいただいて、現在、菅内閣にこうした後もですね、それを継承しながらですね、制度設計についてさまざまな議論をしていただいているところで、基本的に前に進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。